セクション J1708 ペリー本気の理由。本セクションで習得すること。日本を開国させたのがエースでもなくてなんでアメリカだったのかと。で、なぜペリーは長崎ではなくて下田に来たのか。まずペリーが来る前にビットルという人が来てるんですけども、このビットルは軽い気持ちでしたよと。アヘン戦争後、米進化の条約である防火条約というのがあって、その批准交換施設がビットルでしたと。ちょっと防火条約確認します。資料集がアヘン戦争のページ232ページ左側年表で、南京条約1842年で、その翌々年にアヘン戦争で勝ったイギリスと同じような内容のものをアメリカもフランスも結んでるんですよ。それが防火条約、候補条約です。イギリスに負けたんですけども、他の国にも同じような条約を結ばないといけないと。で、この防火条約を結びました。お互い承認しました。っていうことを批准って言うんですけども、この批准交換の施設として、ビットルが中国に来ましたと。で、帰国の際に、まあ、ついで程度でいいから日本に交渉してみろっていうふうに言われてて、で、裏側に来航して、いや、上陸できないよと。認めないよと。外交に関しては長崎で一本化してるから、長崎に行ってくれと。で、本国から、アメリカ本国から、いや、あんまり強く出なくていいからねって言ってるので、強い交渉はせずにと。かつ日本側から舐められてます。反戦で行ってて、風がなくてですね、船が動かなくなって、日本の船に引っ張ってもらう、栄光してもらったりとかしてます。ビットル殴られてますからね、ペリーが殴られてるわけじゃないので、これちょっとだいぶ違うなと。で、次に来たのがペリーで、この時かなりアメリカ本気です。なんでビットルの時は軽くて、ペリーの時は本気だったかっていうと、このビットルとペリーの間に色々ありましたと。具体的には、アメリカ・メキシコ戦争、米国戦争。アメリカがメキシコに勝ってカリフォルニアを割譲させました。資料集がページ218ページ。米国戦争、アメリカ・メキシコ戦争でアメリカ勝利して、カリフォルニアを含む西海岸をだいぶ割譲させてんですね。地名がやたらに、まあサンフランシスコ、まあ聖フランチェスコとか、例えばロサンゼルス、天使がいない街とか、例えばサクラメントとか、カトリックの地名がやたらに多いですよね。こう元々やっぱメキシコの領土だったので、どうしてもカトリック系の地名が多いんですよね。で、そのメキシコからアメリカが奪って、アメリカが太平洋に到達しましたと。で、太平洋に到達したら、じゃあさらに先を行きたいよねという考えになって、資料集がページ243ページハワイとかフィリピンとかグアムとか日本を本格的に狙い始めるわけですね。アメリカの対地戦略が本格化したのはサンフランシスコ獲得からですね。ちなみに日本の外交っていうのは江戸時代から1941年の太平洋戦争開始まで、日本の外交ってどこ見てるかわかります？来た。ロシアが怖いよ。ロシアの進出に対抗するためにちょっと前で守りましょうを、朝鮮とか満州だし、ずーっとこう北の方を見とるよね。ところがアメリカのはずーっと西の方を見てて、なら太平洋戦争に入ったらもう何も準備してない。例えば南の方で戦争するのに予防接種ない状態で、日本とかずーっとね、寒いとこで戦争するって考えてて、対艦訓練とかやってるわけよね、八甲田山事件に見られるように。で、話元に戻して、まあ、アメリカは西海岸に到達して、さらに西に行くぞと。マニフェストディスティニーによる生前運動の延長としてと。マニフェストディスティニーっていうのは、神が我々に豊かな大地を与えて、我々はこれを耕すことを天命とするんだと。我々アメリカ人が西に進んでいくことは神様が望んでいることなんだと。だから、まあ、レコンキスタみたいな感じですよね。スペインが国土形成していった感じで、アメリカも西に国土を形成していく。で、ペリー来航の前に、綿織物工業がすごく盛んになります。テキスト右側にジーパンを置いてますけども、このジーパンっていうのは、ゴールドラッシュの時に作られたもので、厚手の綿のズボンなんですよね。金を掘る鉱山労働にも耐えうる厚手の綿布でと。愛用であるのは虫除けのためですね。で、綿織物工業は盛んになりますよと。で、機械で綿布を織っていくんですが、機械っていうのはすごく高いので、機械の時代になると24時間工場が動きますと。工場は2つあります。2つ言いますか？工場の種類。機械製工場と、手工業ね。マニファクチャーの場合は人の手で作る場合っていうのは工場は24時間動かないです。人間は疲れますから。け
けども、機械の場合は、高いので24時間回したいので、人間が機械を動かすために、まあ横にいるんですけども、それはシフト制で入ってきます。だから、まあ12時間かけ2とか、現在だと8かけ3ですよね。で、そうなると夜中も工場を回すので、光が必要になってきて、ランプを灯さなきゃいけないんですが、このランプの油で原油が必要だったよと。まだ石油化学が発達してない。まだ地面から湧いてきた油を、こう熱を加えて生成して、灯油とか重油とかナフサとかガソリンっていうふうに分ける技術がまだないので、クジラの油を使うんですね。そのために日本近海というのはクジラがすごく多いので、クジラを結構取りに来てたんですね。アメリカの船とかが。まあイギリスの船も来てましたけども。また先ほど言ったように、アメリカと清朝は貿易してまして、仮に日本で途中燃料補給できれば、その分燃料を積まなくていいので、その分荷物を増やすことができると。ということで、ビットルの時代に比べてカリフォルニアを取ってるし、綿鉱業は盛んになってるし、ビットルが批准交換した防火条約で、清朝との貿易も盛んになってるという背景からペリーの本気が生まれてますよと。欧州の混乱ですね。で、ヨーロッパがペリーが来るちょい前っていうのは結構混乱してますよと。フランス2月革命があって、で、その革命が全ヨーロッパに波及してますと。資料集がページ205ページの右上の第3波ってとこですね。フランス2月革命が全ヨーロッパに波及してと。で、このフランス2月革命の過程で、ルイ・ナポレオンが政治権力、ナポレオン3世が政治権力握ってと。資料集が209ページですね。で、このナポレオン3世がカトリックを尊重するので、聖地管理権。イエルサレム。まあ、現在戦争してますけども、パレスチナのイエルサレムの管理権を我がフランスが欲しいということで、ロシアと揉めて、まあ、クリミア戦争に発展すると。このクリミア戦争が1853年、クリミアに人は込み、裏側にも人は込み。ペリー来航と同年なんですね。で、このようにヨーロッパが結構混乱していると。あとイギリスが万博に結構集中していると。いうことで、アメリカ主導で日本を開国できるんじゃないかということで、ペリーが来るわけですね。この時は、ヨーロッパ側は、アヘン戦争以降、あんまり、あれですか、中国大陸とかにも手出してないし、アジアの方にもあんまり来てなかったので、今がチャンスって。そうですね。アヘン戦争があって、で、それから、その、1851年に太平天国の乱が発生しますと。で、まあ、この乱の最中に1856でアロー戦争、第二次アヘン戦争がありますけども、ここまではおっしゃる通り、様子見なんですね。この太平天国っていうものを結構期待したっていうのがあります。キリスト教の国を作るっていうので、同じ同胞の国ができるのかなっていう。でもあったんで、この時は基本的に中国、アジア方面に関しては、ほったらかしだし、先ほどお伝えしたように、諸国民の春で、フランス2月革命の全ヨーロッパへの波及で、結構混乱してるというのがありますね。ヨーロッパ自体が。あと、万博はお祭り程度なんじゃないかって思うかもしれませんけども、当時の万博っていうのが、国挙げて大事業だったので、ということで、あ、今がチャンスということで、1853年に向けて、前年の52年に、アメリカ大統領フィルモアの親書を持って、日本に出発しましたよと。で、日本に来る前に琉球によって、ちょっと開国制やみたいな圧力をかけて、で、1853年の7月の8日に、浦賀沖に来航してますと。幕府は、いや、浦賀は困ると。長崎に行けと。言ったんですけども、ペリーはですね、もう十分準備してきてるわけですよ。今までのラクスマンとかレザノフの動きを全部知ってるわけですね。前、で、ラクスマンが、根室に到着した時に、その長崎に行けって言って、で、レザノフが長崎への入港許可書を持って行ったのに、相手しなかったじゃないかと。私、ペリーはここから動きませんよ、と。この大統領の親書を受け取るまで動きませんよ、と。仮にまた長崎まで移動した場合、オランダが間に入ってくる可能性があると。どうしても、アメリカ主導で開国させたいんですね。で、今までのビットルと違って、今度は蒸気船で来てるわけですよね。で、大きな船で大きな大砲を見せびらかして、空砲も撃ってるんですよ。ということで、まあ、幕府は、じゃあ、また国書受け取るから、来年まで待ってくれっていうわけですね。ということで、浦賀の近所である久里浜で、国書を受け渡ししましたよと。
なんで安倍雅宏は来年まで待ってくれて言ったのかと。安倍雅宏の構想ではもうペリーがやってくることは分かってるんですよ。先ほどから言ってるようにアヘン戦争後オランダ風説書きやプラスアルファの情報をガンガン仕入れてるのでペリー来航は知ってます。でペリーが来航した場合これ開国するしかないなっていう認識もあるんですけども、なんで来年までっていう、これなんで来年まで待ってくれかというと、もう路線は決まってるんだけど、開国っていうのは決まってるんだけども、みんなの了承を得ようっていう、先ほどのオールジャパンのために時間が欲しいってことなんですよね。で分かったって言ってペリーは琉球に移動してと。でここまでペリーの予想通りだったんですけども、まさかのロシアの動きがあったよと。ペリーとしたら、まあヨーロッパが今混乱してるし、クリミア戦争も始まるだろうし、始まったしって思ってて、アメリカが単独で動けると思ってたら、ロシアが動き始めたと。で、なんでロシアが動くかというと、東の方で、日本近海で、イギリス海軍とロシア海軍がやり合う可能性があると。そのために、補給基地が欲しいと。まあ、できれば、以前から望んでいる通商したいと。じゃあ、ロシアが、包管外交できるかというと、それはできないと。なんだけど、戦争してるから、クリミア方面に戦力を集中してるから、交渉するとしても柔らかい交渉しかできないと。いうことで、このプチャーチンってやつは、長崎に来るわけですよね。長崎が窓口だからってことで。で、以前、先週やりました、入港許可証を持ってるわけですよ。アラクス漫画受け取って、レザノフが一回使った。で、この入港許可証を持って、長崎にやってきて、と。で、プチャーチンはイギリス軍がやってくるかもと怯えながら交渉してます。で、実際にイギリス艦隊が来るかもって情報があって、一旦長崎離れてる時もありました。で、日本は他国と通商条約締結の場合は、同じ条件をロシアに与えるよっていう約束をしました。まあ、これだから、この時も先ほど言ってるように、安倍雅宏は、ペリーと開国せざるを得ないと考えているので、同じ内容のものをロシアにも与えるっていう覚悟をしてますね。で、プチャーチンは、日本以外の港も欲しいということで、李朝鮮の方に行きますと。ペリーの焦り。クリミアに集中すると思ってたロシアがまさか日本と交渉しやがったと。で、1851年に始まった大英帝国の乱が大規模化して、こいつらキリスト教って言ってるけども、本当に我々外国人と仲良くできるのかと。このままだったら中国の港を維持できないんじゃないかと。そうなると、中国じゃない港、この辺だと琉球とか日本の港が大事になってくるんじゃないかと。いうことで、急ぎ、再来航ですね。本当は安倍雅宏から1年待ってくれって言われたんですけども、もうそこ来るわけですね、54年に。で、船も4隻から7隻に増やしてという訪韓外交で日米和親条約締結に至ったよと。ペリーのやろうとしたことって開国と通商を、開国とできうるならば通商ですね。はい。で、開国と通商どっちが大事かっていうと、多分通商の方が大事なんですよ。この段階では、とりあえず開国を確実にってことですね。まず、開国っていうのは具体的に何かというと、その港を開いて、貿易は自由にはできないんだけども、補給ができるよと。補給ができるってことは、クジラの油をちゃんと取れるよと。また、中国に綿布を輸出する際に、先ほど言ったように、燃料を減らすことができて、その分、綿布を乗せることができると。で、仮に、太平天国の乱が大規模化して、仮に中国に開いている港、中国に展開しているアメリカの船なんかがやばい時は、日本や琉球に避難できるよっていうのは大きいので、開国っていうのが一番最初の、まあ、目標ですね。あともう一個大事なのが、訪韓外交でペリーが軍人なんですよね。で、仮に通商でなると、このかなり経済的なものとか法律的なものが複雑になるので、どうしても役人を、高級官僚を送らなきゃいけなくなって、それがハリスですね。ペリーが軍人で、ハリスが外交官ですよね。だからまあ、当時は通信交通が発達してないので、どうしても二段構えになりますよね。軍人を送って、港開いて、それから難しいことがわかる役人を送り込むっていう。はい、じゃあ以上で終了になります。